R M H ラジオマメヒコお聞きの放送はラジオマメヒコですはいえー、ラジオマメヒコのお時間になりましたマメヒコの下田ですはいイカですあのこの前ね、うん、北海道にね、うん、あの行ったんだけどねいや撮影で撮影で、はい まあ撮影だけに送ったけどねああ。いろいろあったね。うん、あって今北海道って、うん、すっごいクマがいるのあクじゃなく中国人がいるの知ってる？<laughs> クマじゃないじゃん。うん、なんで中国人であれなんか前言ってなかった中国人が水源買おうとするみたいな話。けけまあ、そうそうそう,そういうのもあるけど、うん、観光がすごいのよ。北海道にそ<う>中国から何見に来るの？いや何を見に来るんだか知らないけど、うん、とにかくオタルっていう お待ちしてますか。小樽はね、はいはいはい、確かに観光客来るよね、海外からも。で、そう、で、その小樽が。もう空前の中華街になってて。うん、ええー。いや、その。小樽が中華街になってるっていうのとは、ちょっと、違うんだけど。うん、小樽ってさ、俺とお前で昔高校の時に。チャリで。チャリで。はいはい。 ベネチア美術館とかさそこでお前がウインナーコーヒー飲んでウインナーが入ってないって言って怒って激怒したっていうあの小樽ねあのタ樽じゃんあれはさやっぱり運河の町石造りの倉庫とかがある風情小樽といえば風情緒じゃんこれがさもうおよそ皆無なわけよじゃどういうことかっていうとその 運河の,そのまあまあ石畳のとこにものすごい数の観光バスが止まっててそこにすごい数の中国人が来てるんだけどその中国人のために日本人の人たちがいろいろこうペタペタと看板を作って貼ってあるわけ、ね。中国人にももかるようでそれはさ 小樽の風情の中損ねるじゃん、うん、いやそういうとさ何「中国語が書いてあってると損ねるっていうの?」みたいな損ねるよ <laughs> いや僕はそんなことは思わない,い,やいや別に中国人や韓国人や外国人のためにその中国語やハングル語で書いてあることをどうこう言ってるんではなくて<ほう> <laughs> 日本人が、うん、その中国人にものを 売りたいってていう気持ちが全面に出すぎて,て、うん、でそういうことだよねそれはその石畳にものすごいでかく醤油差しの写真が貼ったっていやだから俺が言いたいのはさ貼る場所とかうそ<う>があるじゃんでそこになんかに中国語で「醤油差し、うん、日本的、うん、とても良い」みたいな書いてあでもここに貼るべきものかっていう感じだしそうだよね このサイズで貼る必要ある <laughs> っていうサイズで貼ったわけでね、うん、それはまあ俺詳しい事情は知りませんよ、うん、小樽の,その商工会議所に取材したわけじゃないから、うん、<laughs> だけどさ、うん、あれ小樽の人はさ、うん、なんであんなことになってんのかってじゃ逆にさ小樽の何が中国人に対してそんなに訴求しているのいやだから、うん あんななことしくてもねいやむしろあんなことさわかんないけどだって中国の人はさじゃあ何こういうことだよ例えて言うなら俺たちがサクラダ・ファミリア見に行ってねスペインバルセロナそのサクラダ・ファミリアにねスペイン人がねワードでね お三味線とか書いてね「<laughs> <laughs> お三味線、うん、尺八富士山、うん、いいところ」とかって <laughs> なんか書いてくれててね、うん、俺たちのために「い,はい、いいいいフラメンコやります」とかでも本当にそういうことあるじゃん。 で<っ>書いてくれてるのを見てねスペイン人って俺たちのこと思って、うん、<laughs> おいあんなこと書いてくれてるよ、ね、サブレダファミリアに日本語で「お三味線尺八富士山いいところ」って書いてくれてるよ英語とフランス語の次に日本語来てるよみたいな「バエリア」ってカタカナ <laughs> こんなとこで見ると思わなかったな <laughs> って思う、うん <laughs> 思わない思わねえよなんだよこれって思うな。結構ねカタカナの「リ」と「そを間違えてたりいやそういうのあるよ言ったっけ俺前にさ「メリガトラピサリマス」って書いてあったのいや俺言ったっけあのよく咲いて「メシメガネ」って書いてあった <laughs> 焼き肉屋でそういうこと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 だろうんそういうことうん「クリゲ」って書いてあって頼んだらクラゲ出てきた <laughs> <laughs> あれいやだからそういうことじゃなくてそこにある何か風情みたいなものを感じ取ってあね自分たちは中国にいるけど本当にちょっと目と鼻の先の日本ではこんな風情があってこういうようなガラス細工みたいなものをこう繊細なんだななんか日本って繊細だよね。 俺たちにはないとこでそこはいいとこだよねで、多分ねあの見てほしい小樽だよねそこが見てほしい小樽だし感じ取ってほしいなののに醤油刺し醤油刺し日本的美なんとかとか書いてあるわけじゃんそれを見てさそれ確かに中国人は日本の醤油刺しここに売ってんだって思うかもしれないけどそれどうなのよって思うわけよ まあね、その素敵な観光地であればあるほどねまあ無粋だよねいやだからその日本人の,、うん、そのつまり中国人のこと悪く言う人いるじゃんよく、うん、あそういうこと言ってんじゃないよ別にそのだから中国のそれが中国語でも韓国語でも同じだよいやその中国のね人が観光に来てて全く中国人でマナーがないとかさ、まあまあ、マツキ清に押し寄せてるとかねとかさ <laughs>、うん、爆買いしてとかってだけど いや分かりませんよ、うん、それはそうしないと中国人は全くしょ差しどこだしょ差しどこだっつって <laughs> 探してるうちに全部しょ差しはしちゃってるとか、うん、<laughs> そういう致し方ないんだっていう事情があるね、うん、それでやむなく小樽に会議するそうやんごとなき理由があるのかは分からないけど、うんうん、やんごとなきゃ意味違う <laughs> 少なくとも小樽 <laughs>、うん、を愛した日本人は完全に排除だよ、ねうん、あ,あそうだね。 原郎も草の陰で泣いてますよいやだから例えば夫婦でね新婚旅行に小樽に行ったとだけどね銀婚式だからもう一回行ってみようかとかね銀婚式でだけどね妻なり旦那がさ余命半年だとね本当に最後の最後どこ見たいお父さんまあお母さんでもいいわ小樽。 すぐ混ざってくるからで例えばね言ったとしてさそんなとこなら全然連れてってあげるわって言って行ったところがさどうなのよまあぶち壊しだよねって思ったしそのクマあそうそうクマが出てこないんだクマがいやそれはねレンタカー屋で車借りたっけよえ小樽でいやいや札幌でああ8歳でねでレンタカー屋でさ まあ、レンタカー待ってる間さ、レンタカー屋の敷地内、まあ、レンタカー屋の、なん、ロビーっつのかしら。あの、ちっちゃい建物。そう、受付の中に。まあ、売店があるわけよ。ん、売店が。レンタカー屋の。レンタカー屋の中に。え、千歳の。千歳の。え、そう。あるのよ。はい、はい、はい。だから、レンタカー屋の中に売店があることも珍しい。うん、うん、全然、なんかビジュアルが浮かばないけど。で、そこにさ。 メロンとうもろこしじゃがいもが売って地方発送できますよって書いたあこういうとこでねとうもろこし買うって人もいるかと待ってる間があるからさその間に買っちゃおうかっていうのがあるわけでもその売店にいる売り子の人はさ中国人だねまず。 まあ日本人もいるんだけど、うん、まあ中国人が「うわあなあらら」とか言って <laughs> 日本語喋らないのじゃないのだってお客さんはみんな中国人だそうなんだへえあそうかそんなとこでそんな土産買っていくのは確かに外国人かもしれないねそう、うん、それでうん、うん、ここの売店一押し、うん、もうこの売店でしか売ってないっていうのが「うん、ヒグマ」って書いてある <laughs> <laughs> え俺クマの木彫りでも出てくるのかなと思ったけど違うのヒグマって,てヒグマ何レンタカー屋の売店でヒグマ売ってるのかよって感じやじん <laughs> 天然記念物じゃないのヒグマいやでさ「ヒグマ」って書いてあって、うん、中国語で「はい、なんかお土産ナンバーワン」って書いてあるヒグマが、うん、そしてよく見ると「クマ」っていう字に「油」って書いてあるわけ、うん、え だからヒグマの油なんで。ああ、ええー、うん。そんなものあるってことじゃある知らない。うん。何にすんのぬ、塗るの勢 <laughs> 力系そっち系ヒグマになっちゃう <laughs> 今夜はお父さんヒグマになっちゃうかな。<laughs> <laughs> じゃあお母さん、鮭になっちゃうかしら。<laughs> みたいな。<laughs> ほらほら、川を登ってごらん。<laughs> お母さん、くわえられちゃった。<laughs> みたいな。 夫婦ううなのよそれ <laughs> ほらヒグラが出ちゃうなんて <laughs> 知らないけどそのヒグマ <laughs> ヒグマって書いてあってよく見るとそのクマ油を売ってるのよ。えわかんないけど本物いやそれ知らないよ、うん、だけどなんかそのお土産の、うん、数あるお土産の中でナンバーワンっつって、うん、もうリピート確実みたいな答えが書いてある <laughs> いやだから本当に勢力系かもねだからその、うん、ヒグマ油もう日本に行ったら、うん、まあま北海道に行ったらまあ北海道にしかいないからねヒグマそう、うん、何はともあれヒグマ買ってこいって言われてる人たちがいて <laughs> ああ<ー>でヒグマ売ってんのそれもう全然いらないじゃん俺たち。いやいや見たことないよ見たことないじゃん、うん、だけどそこのもう何 えー、<laughs> ヒグマなんすかみたいな、うん、どう使っていいかもわかんないでしょいやわかんないよなんで日本人の俺たち知らないまあもう俺が考えつくこうとしたらお前の頭に塗るしかなかつかないよねそしたらもうねふさふさどころかボサボサになるかもしれない多分 <laughs> お前の頭が鮭くわえちゃう <laughs> でそれとか、うん、それとなんだかその横に、うん ススキのスナックっていう名前のスナック菓子 <laughs> なんかもういかがわしさしか感じない <laughs> <laughs> そんな売店があよレンタカー屋の中にいやだからさ<ー>なんつうかまあ、まあ、なんていうの、うん、俺だから何を思ったかっていうと、うん、このあと東京オリンピックがあった時に<ー>日本人ってさ、うん ななんかおもてなしのために、うん、外国人のために今から全部標識を英語にした方がいいとか、うんいね、なんかおもてなしとかっつってなんかやろうとかしてんじゃん。うんうん、なんかそ醤油差し現象がこっちでもるそんなそ必要あるっていう俺たちが行った時にさ、うん、まあ俺たちはさけうな日本語使ってる人たちだから、うん、そんなに相手にされてないとは言えね、うん、いちいちさ、うん、フランスのなんか その何パリに行ってるときにさ小便とか書いてくなくていいじゃん <laughs> 小便所とかあ<ー>台はあちらへとかそうねモンサンミッシェルでも日本語にちゃんと書いてあったからねえなんてモンサンミッシェルちゃんと日本語であのいらっしゃいませから始まって至る所にちゃんと日本語でやんなんやったよ。やった行きたくないそんなの <laughs> 俺モンサンミッシェルの便所詰まらしちゃったんだよねそんなこと本当どうでもいいよ <laughs> 未だに詰まってると思うよ <laughs> <laughs> そうだからさ <laughs> そういうわかんないけど、うん、なんていうのかな外国に行くっていうのはさ、うん、いやじゃあ例えばねうん、うん、テレビ番組で、うん、そのじゃあ世界遺産の番組やってる時にこうモン・サン・ミッシェルの映画を撮ってる時にさ、うん、お前がディレクターだったらさ、うん、そこの映り込みに「いらっしゃいませモン・サン・ミッシェル」って書いてあったらそれ,をそれをさ 映り込んで撮るかカットするかってそれどっちかって話じゃない間違いなく撮らないよね撮らないでしょ <laughs> そんなもの見たいわけじゃないからねそうつまりなんかそうじゃないものを見に来ているのに、うんそ,うね、そういうものがあるっていうのはさ、うん、つまり小樽の番組をお前がディレクターで撮ってきてね、うん、日本が誇る小樽の風情を撮ってこいって言ったらその醤油差しの絵をね <laughs> 邪魔だなと思うよねまあ中国に向けた番組だとしても、うん なるべく映らないように撮るもんじゃないかねいやそりゃそうだ映像のことなのに多分ノロさんが半切れするよねいやだからそういうことってなんかこうつまり過ぎたるは及ばざるが如しっていうかうその親切がそのどうすぎると全くもっと逆になるんじゃないかっていう気がすごくすんだよね。まあ。 オリンピックについては、うん、あれはやっぱりそのどこどこを観光するとかいうよりも目的地に正しく着きたいっていうことの方が多分重要だと思うからスタジアムとかねそれはまだありかもしれないけど小樽はちょっとないやだからまあそのそれ競技場にそういうふうに書いてあるとか、うん、競技場のパンフレットの中に中国のパンフレットが用意されてるってことはいいよ。だ、うん、だからって、うん、なんんつうんだろうろ金閣寺に、うん そなんかペタペタはっちゃうとか,かそ白川郷に焼肉焼肉とは書かてないか <laughs> まあ分かんないけどプルコギとかそうなんかそういうのがあってなんかつまり中国人や韓国人が大勢を押しかけるだろうからこの白川郷もこの際プルコギぐらいやらないとまずいんじゃないかっつって。 始めちゃうみたいな俺が韓国人な白川湖でプロコギ出てきたら本当とがっかりするよね。と思うじゃない、うん、その土地のものを食べたいと思うけど、うん、北海道はなんかどうもそうなってないああそのまま普通にやってて普通に出せばいいのにねいやなんか昔読んだ倉本総のエッセイに富良野がね「うん、北の国から」で当たって。はい ラベンダーっていうものが有名になって数々のね「北の国から」の舞台に富良野駅を使ったと。で富良野駅はすごくひなびた駅あれが哀愁があって別れの舞台にはぴったりだったところが当たって富良野市長が倉本さんのとこに来てあのいや倉本さんのおかげでね「ラベンダー」とか「北の国から」とかで富良野駅が有名になってすごく嬉しかったと。 だからね、この際綺麗にラベンダー色に塗っときました塗っときました事かそれでね朝から夜までさだまさしのかかってるようにしときましたにしたらしいんだよでも二度と使わなかったあフラ確かにそれ以降は全然出てこないもんねいやだからそういうことじゃないつまりさ ラベンダーは見たいかも分からないけど、うん、それはこんな,このなんて森の中にすごく原色まぶしいラベンダーがあって、うん、なんかそのコントラストにハッとするっていう話なんであって。その北の北国から授業で その上がった観光収益でラベンダーに色を塗ったらフラナイ駅に着いた時にラベンダー色になってて「お <laughs> しもうラベンダーの気持ち満タンになるぜ」っていうことに <laughs> さだまさちもかかってるしもかかってるしよっしゃっていうふうになりますかと、うん、その結果フラ野駅を使えなくなるっていうのことと一緒でね小樽、ね、にその風情を見て感じて小樽に行きたいと思ってた人がそれを見たらもう二度と小樽は行かないと。 まあがっかりするよねで醤油さしだけ買った人は2回はいかないからね<す>醤油差さしも買えればいいんだから。<laughs> っていうふうになんかその東京もねオリンピックやってもどうううなのよよっていうふうに思うよね、うん、まあ東京はただ東京はでもさオリンピックあろうがなかろうがそれ、うん、もともと国際的な都市だから。まあねだけどその便乗ってあんじゃん。 あでもね、そのそういう動物の人間帖りも調子こいちゃって例えばねあ<ー>言,言っときますけどのんべ横丁が、うん、ドリンキングストリート <laughs> ドリンキングストリートとかって例えば書いてあったりとかだねのんべ横丁だろう <laughs> あのそういうことだよねそうそういうことだよねなぜか、うん、のんべ横丁って書いてある下にドリンキングストリート <laughs> あれはのんべい横丁をのんべい横丁で書いてあることもわからないまま風情に誘われて入ってみてたどたどしく日本語と英語でやり取りしながらおチョコでもらって、ね、っていうのが楽しい正しい楽しみ方なのに、ね、ドリンクストリート「ンントートカムヒアハウー」ハウ「ポイントワン」。<laughs> とかってさその余計なお世話じゃない。えー、どうなの、まあ、三茶の飲ん。サンチャムモンベウコちゃんが本当にドリンキングストリート化したら、ちょっと問題だね。いや、あり得るよ。だって、この渋谷ですら、バスケットストリートにしちゃってるぐらいだよ。うん、だでも、本当になんなの、思うあれは、でも、オリンピック関係ないじゃん。いや、だから。とんちなことになることは。とんちんかんじゃね。だから、日本人は。のとんちんかんって。うん、もう。本当にとんちんかんなのよ。<laughs> かるバススケットトトリートは本当に意味わかんないだから渋谷がいくらね世界的都市だ、うん、お前さっき東京は世界的都市だみたいなこと言ったってあ世界,だ世界いろんな人の国が国の人が来るっていう意味ねうん、うんうん、だけどそういう意味では渋谷のセンター街をバスケットストリートにしちゃうような人たちなら、うん、もうドリンキングストリートにすることはもう間違いないし、うん、え三茶は渋谷ほどバカじゃないと思いたいけどな いや、だからもう何かかか、ね、何しでかすか、分かんない。何しでかすか、分かんない、確かにね、商工会議所が。まあ、商工会議所なのか。商工会議所だよ、バスケットストリートですけど。けいや、そうだよ、そうだとしても。いや、みんなもね、うん、いや、まあ、別に。何なら、お前だって批判する筋のない、もう危険性を大いに。孕んでるから、うん、つまり、お金になると思ったらさ。うん、あ、そうか、みたいな。まあ,まあね。突然。うん 渋谷の何でもない文化村の裏がプルコギストリートになったとか、うん、<laughs> 何,の何の変哲もない。何の変哲もない。ただ三二 <coughs> 件ぐらいトルコリアがあるだけで、うん、リトルトルコ、<laughs> リトルターキー、リトルにも程があるでしょう。リトルにももうでもあリトルターキーと呼ばれている、うん。 散歩の達人なのか地球そういうものがさ <laughs> もう最近はねこの辺はちょっと「リトルターキー」って呼ばれてるのよとか、うん、なんか「えー、そんなもマジで?」みたいな「うん、なんかリトルグリーク」とかさ <laughs> 勝手に「何勝手に国際色豊か的な感じにしてるの?」ってそれ豊か的でしかないからねみたいな。取ってつけててけ豊かかさだからねそこに便乗して なんかみんなでじゃあここグリークなんとかっていうふうにしようとか、うん、ほその例えばニューヨークみたいに、うん、本当に人種のるつぼみたいな人は移民がいて、うん、その移民が自分たちの生活を、うん、まあ守るというか、うんうん、そうのためにそういうリトルなんとかになってしまったっていうか、うん、ことならわかるけどいやありますよ。止めのさ、うん 裏側になんかリトルイタリーみたいなものを無理くり作ったんだよ。うん、へえんで ?JR かなんか,か,何だかな <laughs> 分かんないけど、うん、なんかイタリア広場みたいになってて、うん、ここにイタリア料理屋をいくつか持ってきて、うん、ここをなんかイタリアにしようみたいな。 つまり由,来由来がないっつうか突然のないそなこところにしか分ならないじゃんやっぱ自然になるからこう説得力があるしそこに文化がれるんじゃんいやだからさなんでだったらねもうちょっと日本的な、うん、俺何度も言ってるけど、うん、じゃあ「やぶさめストリートて」って<ー>ここは当たるとたまに矢が当たるから <laughs> 気をつけた方がいいって馬がばっコバッて何か、ね、源の四つで見たのが、うん、たまーに <laughs>

してるねいやまあストリートサッカーだからそう,、ね、そうでしょ、うん、まあみんななぜか、まあ、の眉毛は点だけのね <laughs> マロたちが、うん、そうそう唇はちっちゃいけど <laughs> それでこう先の、ま、こうしてるっていうそれがあってね、うん、もうなんか本当に外国人がたまに覗くとどぎもを抜くっていう。<laughs> <laughs> コチフカバみたいなことを突然町の中でやっててえー、みたいな。百人一首にこちフカバはない。<laughs> なんかそういうのがあるとかさ、なんかそんなんだったらわかるよ。うんそうね。うん、例えばだからおたるだったらなんか二審流をやっててね。<ー>そのほらだってあのマッサの世界なわけだからさ、うんね、風間用的なやつがさ。うん あのんなんかこうそういう歌を歌ってるとかいろりいでニシン焼いてるとか、うん、ええって言うんだったらさわ、うん、かるけどそんな醤油うさし買いに来たってしょうがないでしょ。ょでんだだろうから多分日本的な技術がその,おその液だりしないんだってとにかく<ー>でっかく書いたんだもん中国を読めない俺だってわかる。<laughs> <laughs> 行きたりしないだろうなっていうことぐらい。そうか。わかる？買ってくらいよかったのに。やだからなんでそういう風になっちゃうのかなっていうことが。小樽でそれはちょっとショックだね。でしょ？まあどこでもいやだから俺前に言ったっけ門別っていう。門別ね。北海道のその小浜つくのね港町にフラッと行ったらそこのホテルでね。 真夏なのに「うん、よいしょ」っつって餅つきしてた <laughs> なんでそれで、うん、<laughs> えだからほとんどそういう紋別や何かの田舎のホテルに泊まりに来てるような人も外国人なわけよ、うん、あ日本あそうかそうかそうかこれはジャパニーズライスパンライスケーキみたいなことやって <laughs> うん まあその東南アジアの人なのかなわ、うん、かんないけど言う人に浴衣着てなぜか和太鼓 <laughs> ドドンドドンドドンよいしょとかっつって餅つきして俺なんかなんかちょっと色が日焼けして黒いから東南アジア人だ間,間違われて <laughs> はっぴき来た人に「お餅お餅」とかって言われて「<laughs> あいただきます」日本人か」とか言われたりしちゃうっていうことよ。<laughs> いやだらまあ紋別だからこそだと思うけどあ<ー>だからなんかさ、まあ、日本の,その過疎の悲しさっていうか今でこそだから外国人が来るんだから、うん、よしここずっとばかりに免税店を増やそうとかあ<ー>まあなるべく中国語で接客できるようにして、うん、これをまあビジネスチャンスだと捉えてるんでしょう、うん。その、ね、の人たちの必死さをさを、うん その冷やかす気はないっていうか冷やかしまくってっていうのもあるけど <laughs> でもなんか俺たちの高校の時とか、うん、まあ小さい時の小樽みたいなものは。うんうん 本当どこ行ったのってい,ういやもうすでに、ね、さっきの銀婚式ほどではないけど、うん、もう結構なんか思い出ががされてるる感じがするよいやだからさその何回か前のさ購買部のラジオと一緒でね、うん、まあお前がさ五、えー、目飯が食べに来たのにないの、うん、っていうのはそれは五目飯作ってる方からすればさ、うん よよく言うよお前半年ぶりに来といてっていうのはさ小樽だってさよく言うよお前高校ぶりに来てるくせにその間そんなもの当てにしてたら俺たちもうかんこどりまんまの食い上げだからそうそれがお前らがいないうちに醤油差しになっちゃってるからお前たちお前たちが来てたら俺たちだって醤油差しなんかこんなに払らねえんだよっていう言い分もあると思うよ。購買ははミックスあるだだけよそれは俺だって逆の立場で言えば そんなもう五目飯とかどんだけ捨ててると思ってんだよっていうのはさ、うん、そんな俺たちがね小樽らしさを出したって、うん、そんなお前ら古臭いみたいなこと言うだけだろっていうそれは分かるよ、うん、それは。だけどなんかもうちょっと違う切り口で、うん、なんかこう小樽らしさを演出できないのかなとは思うよね。うん なんか唐突に醤油差しだけで、まあ、別に醤油差しだけじゃないけど <laughs>、うん、なんかこういう小樽のなんかそういう、まあ、ランプがあるとかガラスがあるとか、うん、ベネチアがどうとかってやってたのにそこか もししかベネチアガラスあなそうか。だからいやあの辺はだから北市ガラスっていうガラスのねもともと小樽ガラスって有名だからそれで多分小樽とそのベネチアのガラスが姉妹都市になってんだからそういう感じでベネチアが来た時からなんで小樽でベネチアなのとは思ったけどそれがもうベネチアなんか塔に通り越して。もうだから 小樽ベネチア醤油差さしっていうすごい三段論法になってるってことに疑念を感じずにはいられないというそういう話で <laughs> <laughs>